こんにちは、ギタリストの竹下敦です、本日ご紹介するのはこちら、ズーム社のちょっと旧機種になりますが、ズーム G21NU、 こちらのですね、07番、オーガス、これがね、なかなかにいい音だったので皆さんと一緒に検証したいと思います。わかりやすいように、すいませんね、いつも同じで誰でも弾けるロンリーハートのイントロです。ちょっと深めの、リバーブがかかってますね。気持ちよく弾けるんではないかと思います。ただですね、普段の練習の時にはできるだけ、リバーブの類は切って練習することをお勧めします。なぜかというと、リバーブかけちゃうと自分のミスとかが分からなくなっちゃうんですね。なのでぜひ、練習の時はね、できるだけリバーブを切って練習するとより上達すると思います。はい、それではギタリストの竹下敦がお送りいたしました。 See you next time です。じゃあね。